平井選手が先ほどスタートしました。平井選手は新潟県の選手、マシンはストリートリブルアームですね。このマシンですね。さあ行くよというコメントを残します平井選手、ゼッケン94番の選手です。さあ今スタートしていきましたのはゼッケン93番をつけております高橋選手ですね。ゼッケン95番ただいまのタイム1分41秒3、この高橋選手ジェット RX1200、このマシンで走っております、高橋選手ゼッケン93番をつけている選手ですね。92番、実川選手スタートしてきました。実川選手スタートしてきました、この選手は神奈川県の選手 NSR250R ですね。250で走っています。久しぶりなのでミスコースしないよう気をつけますというコメントを残してますね。あっと転んでしまったのがゼッケン94番平井選手か。さあ最終セクションの手前だ。これは痛いミス。さあ最終セクションをこなしてゴールに入るところ、ゼッケン94番ただいまのタイム1分54秒。続きましてスタートしていきましたのでゼッケン91番ちょっとバランスを崩したが山口選手、マシンは MT03 MT03 おっとっとっと、ここでまたバランスを崩した、昨日の自分に勝つというコメントを残してますかね。さあぜひこの後半勝ってほしい。1分43秒1。